鳥山石燕『根弱百鬼周囲より、千景女、平家化け物退治。右上の女の生首に、女の首ケラケラ笑いするぞ、ものすごしとある。千景女、ケラケラ女は、鳥山石燕による、江戸時代の妖怪画集、根弱百鬼周囲に描かれている日本の妖怪、着物姿の巨大な女性が、平腰に口を開いて笑う姿が描かれており、石燕による解説文は、 以下の通り添えられている。その国総玉が東隣に美女ありかきに登りて、総玉をうか、画風演前としてひとたび笑いえば、洋上の人を巻く世詞とぞ、およそ美食の人情をとらかすことここに試しをし、ケラケラ女も、主審を昼がへして、多くの人を、窓は世詞陰布の例ならんか。その総玉というのは、中国南北朝時代の私文集、文鮮巻19に載る。 東都市公職府に記されている、よく知られた逸話で、美男として、有名な中国の文人、宋玉が、自分は決して公職ではない。隣に住んでいた国一番の美女が将からその姿を、見せ、三年間覗き込まれ誘惑され続けたが心を、動かしたことは一度もなかった。私のことを公職と称するのぼる都市こそ公職である。東王の前で反論した故事を引いているもので、 兵から覗き込んでいる姿をその孤事中の美女に、比しており、石縁はこれをもって、戦警女を、多くの人をもてそんだ陰プの例ではなかろうかと、述べている。石縁の戦警女以前にも、江戸時代の半本には、黒本や絵像紙、平家化け物大事などにはケラケラと笑う、女の首が、たびたび登場している。このことからわかるように、ケラケラ女は、 石炎以前にもすでに流行しており、全くの石炎の創作であるというわけではない。今弱百鬼周囲には、詳細な特徴などは述べられていないが、昭和、平成以降の妖怪関連の文献では、人通りのない道を歩いている者に笑いかけて、脅かす者で、笑い声によって、人の不安をかきたてる者、また笑い声は、その一人だけにしか聞こえず、気が弱い人は笑い声を聞いただけで気を。 失ってしまうという解説がなされている。また、民族学者、藤沢森彦の著書、妖怪が断然週日本編では、見破れば、柿より高角大面相の仕込め現れてゲラゲラゲラと、笑いふと解説されており、しばしば巨大な女性の妖怪と解説されていることがある。土佐国には、笑い女という妖怪が伝承されており、これは笑い声を立てる、 女の妖怪であるという点で共通している。ありがとうございます。